あいつは。よく来ましたね。あなたたちの欲しいものはこれですか？それはラングリッサ。貴様は何者だ？ニコリスではないな。私はナーギャと申します。お見知りおきよ。ニコリス様よりあなたたちを丁重にもてなすように言われておりましてね。もてなすときたか。なんだ、酒でも出してくれるってのか。いえいえ、それよりももっといいものですよ。いでよ。王子、闇の軍勢です。そうです、これこそが我々の手下。いまいましいこの剣で封じられていた闇の者たちなのです。おかげでこうして封印を完全に解くこともできましたよ。恐れていたことが現実になったか。さて、それでは盛大にもてなしてあげましょうか。これ以上好きにやらせはしない。行くぞ。私の役目は王子を守ること。行きます。魔物なん、ここが勝負負け。そんなところにいていいのですか。増援か。このままでは囲まれてしまいます。させん。周囲の魔物を突破するんだ。さて、どう料理してやりましょうかね。バルディアの奴らなど皆殺しだ。民間人が。しつこいですわね。あの人、帝国兵に追われてます。このままだと状況はわからないが、助けるぞ。まだ出てくるのか。しかし、この魔物たちを倒さなければラングリッサーは取り返せません。わかっている。何としても奴までたどり着くぞ。
を彼方へ運びたまえ。他の者の傷を癒したまえ。通してもらう。突撃する。にゃー、他の者の傷を癒したまえ。闘技の渦よ、巻き起これ。この私、
これ以上は付き合っていられませんね。さらばです。よし、ラングリッサを取り戻したぞ。やりましたね、王子。これで少なくとも新たな魔物の発生については落ち着くはずです。ああ、そうだな。それより、あなたがレディ様ですね。君は帝国兵に追われていたようだが。私はベティ、あなたもよく知るダンスの妹です。私はあなたにお願いしたいことがあってきましたの。ランスの願いとは一体？兄、ランスにご助力ください。兄の命は今、性的に追い詰められ、風船の灯火なのです。ランスが？それは、王子、いけませんぞ。ええ。帝国が混乱の折に我らが介入すれば、内政干渉と取られます。下手をすれば、混乱終結後に侵攻の口実を与えることにも。しかし、一時とはいえ、共に戦ったランスを見捨てることは。ただでとは申しません。兄を救ってくださるなら、代わりに、私の持つものすべてを、レディ様に捧げましょう。財産、兵士、私自身の命に至るまで。そこまでの覚悟か。だが、アルバートとホーキング公の言うことにも一理ある。ちょっといいですかい。要は王子の兵だってわからなきゃ問題ないんでしょ。なら、私的にそこのお嬢さんが雇った傭兵って体裁ならどうです？それならどう転んでも知らぬ存ぜぬで通せると思うんですがね。いい案だ。それなら助けに入ることができる。仕方ありません。そういうことでしたら、帝国に顔が割れている我々は同行しない方がいいでしょうな。ですな。イルザック王の治世より領主として顔が知られてしまっています。王子、私もホーキング公と行動を共にします。ホーキング公に仕えている身ですので。すまないみんな。だが私はランスを見捨てることができない。救いに向かう。感謝いたしますわ、レディ様。私の魔力をもってすればこんなものです。